にちは。いつもプッチャンネルをご覧くださりありがとうございます。今回の動画は以前インスタグラム内で募集した質問の中からトイレ事情についてお話ししていこうと思います。我が家で使用している猫トイレはシステムトイレ2つと固まる猫砂を入れるノーマルトイレが8つ、合計10個のトイレを置いています。まず1つ目のシステムトイレがこちら、トレッタという最新型見守りトイレです。尿の量や前回からのトイレ入出時間の計測などを自動で行ってくれて、アプリ内に記録されていくすごいトイレです。ですが、うちのように他にもたくさんのトイレがあると入出時間にばらつきが生じるので大家族さんには向かないかもしれません。2つ目のシステムトイレは花王のニャントム清潔トイレです。バケツ型の受け皿にバケツ型のすのこを乗せて使うので、シートを変えるのは少し手間かもしれません。その分小スペースなのでケージの中にもスポッと収まります。次は固まる砂用トイレを紹介します。1つ目がアイリスオーヤマの上から入る猫トイレです。シンプルな作りでお手入れもしやすく、砂がほとんどトイレ外に飛ばないのでトイレ周りが砂まみれになることがありません。2つ目から4つ目もアイリスオーヤマの上から入る猫トイレですが、こちらはプチサイズ、ノーマルサイズより一回り小さいのでケージに入れて使用しています。5つ目はまたまたアイリスオーヤマの上から入る猫トイレですが、実はこちらの上から入る猫トイレは本来はシステムトイレです。我が家では現在システムトイレとして使用しておらず、ゴミ袋をかぶせて固まる砂を入れています。6つ目はピダンのオープン型トイレです。壁部分と底部分は分解できるのでお手入れが簡単です。入り口が低めに設定されているのですが、それ以外の壁が高く作ってあるので砂の飛び散りはそこまで気になりません。7つ目と8つ目はサビッチのギズモ M サイズです。全体的にコンパクトな作りで壁も低いです。月齢の小さな子猫や足腰が上がらなくなってきた老猫に最適かと思います。砂かけを良くする子だとトイレ周りが砂まみれになるので日々のお掃除は大変かもしれません。システムトイレで使用しているシートはこちらの2種類。トレッタにはたまたまスーパーで安かったスーパーキャットを使用しています。ニャントム清潔トイレは同じくニャントム清潔トイレのシートを使用しています。シートには特にこだわりがないので毎回買うものが違います。チップについては木製のものを選ぶようにしていますが、こちらも特にメーカーなどにこだわりはないです。固まる猫砂はたくさん試してきた結果、今はプラスラブのおからサンドに落ち着きました。消臭力、固まり具合が最高で他の砂にはもう戻れません。主原料が
おから、炭酸カルシウム、植物性澱粉なので、万が一猫が食べてしまっても安心です。余談ですが、トイレに流せると歌っている砂が多いと思いますが、うんちは絶対にトイレに流さないでください。猫のうんちは水に溶けにくく、抜け毛なども混ざっているのでトイレが詰まります。必ず一般ゴミとして廃棄しましょう。うんちやおしっこはごく普通のポリ袋に入れて防臭ゴミ箱へ捨てています。以前は普通のゴミ箱に一緒に捨てていましたが、やはり臭い漏れが気になり、汚物専用のゴミ箱を買いました。こちらのゴミ箱は専用のカートリッジがなく、普通のゴミ袋を使用できるので助かります。30リットルのゴミ袋がぴったりです。ダブルパッキンで臭いが漏れず、チャイルドロック機能もついています。話がそれますが、以前は上から入る猫トイレにゴミ袋をかぶせて紙タイプの猫砂を入れて使用していました。なぜかというと、いくら脱臭力に優れているといえど、 1,2 週間で砂が匂ってきて、空気中の水分を砂が吸い込み、固まり具合が悪くなるので、袋ごと捨てて新しい砂と交換するという作業をしていたからです。ですが、おからの砂に変えてからは砂自体が臭うということがほぼなくなり、常にカラッとした状態を保てるようになったので、少なくなったら砂を継ぎ足すという方法に変更しました。最後までご視聴ありがとうございました。動画内で分かりづらかった点があれば、コメントにてご質問よろしくお願いいたします。